マーティン・キルシュナーはドイツの外科医。キルシュナーはブレスラウでマックス・カルベックの姉であるマルガレーテ・カルベックとマーティン・キルシュナー判事の間に生まれた。彼は1873年以降ブレスラウの評議員を務め、1879年以降は市議会議員を務めた。1892年ベルリンのバーガマスターになり、1899年から1912年までの 間オーベルベルガーメイスターの職を務めた。キルシュナーは、フライブルク大学、ストラスブール大学、チューリッヒ大学、ミュンヘン大学に通っていた。1904年に、ストラスブール大学で進級した後、彼は、ルドルフ・フォン・リンバーズの下で、大学院の研究をするために、ベルリンへ行った。1908年から1910年までの間、彼は、 グライフスワルト大学のアーウィン・ペーラーの元の大学外科診療所にいた後、ペーラーとポール・レオポルド・フリードリヒと働くためにケーニヒスベルク大学に行った。彼は1916年にケーニヒスベルク大学で手術の教授に任命され、1927年にはチュービンゲン大学の同じ役職への招待を受け入れた。1924年3月18日、カーシュナーは 初めて肺動脈側線的出術、トレンデレンブルグの手術を成功させた。また彼は人工食堂を作るための新しい方法と膝関節の開口方法を開発した。キルシュナーはハイデルベルクにおいて62歳で死去した。バンバサイロビック、マルコ、マーチン・カーシュナー、ザ・ファウンダー・オブ・モダントローマ・クリニックス、アンド・エマージェンシー・メディシン、SRP、 アーサロックレック137、44953、一瞬0370から8179、プミド1976万4604。ありがとうございます。